中国金融40人フォーラムが各組委会のメンバー機関をまとめ、上海で第2回ワイタン金融サミットを開催した。王岐山、バウン氏などがサミットで講演を行った。王岐山は中国金融は安全性が第一であり、陶器的なギャンブルはダメだと述べた。バウン氏がシステムがないため、中国の金融にはシステム上のリスクはないと述べた。 彼の発言は大胆で興味をそそるものだと言われた10月24日午前中中共国家副主席王岐山が珍しく一人で現れ第2回ワイタン金融サミットの開会式でビデオ講演を行った王岐山は中国金融は投機的なギャンブルなどの歪んだ道を歩まない金融バブルの自己循環の誤った道を歩まない スキームのようなな邪道を歩まないと述べた彼はまた金融業界が準拠するセキュリティ流動性利益性の3つの原則の中でセキュリティを常に第一にすると述べた10月24日バウン氏が講演で「システムがないため中国の金融にはシステム上のリスクはない」と述べ「我々の金融はまだ若者でありまだ未熟だ」 健全な金融システムが不足している。イノベーションのため代償を払わなければならず、未来に責任を負わなければならず、以前の方法では未来を管理することはできない。とバウン氏が述べた。バウン氏はイノベーションは市場、草の根、そして若者からもたらされ、監督管理への挑戦が高まっている。と述べた。しかし現在の管理能力は非常に強力であり。 監督能力は明らかに不十分である。優れたイノベーションは監督を恐れない。監督と管理は同じではなく、政策と文書も同じではない。現在、あれこれを拒否する文書が多すぎて、政策が少なすぎる。その結果、監督管理は最後、自分の部門にはリスクがないが、経済全体にリスクがあるようになり、経済全体が発展しないという状況がある。 バウンシュはまた中国の住宅ローンの質屋の考えが最も深刻である全資産を低騰にし巨大プレッシャーにさらされるか無謀な融資をしてレバレッジを上げ続け巨額の負債を抱えているかだ住宅ローンの質屋の考えは今後30年間の世界発展に必要な金融ニーズをサポートできない 将来の金融システムは人々の20%の支援から80%の中小企業や若者への支援に変わるべきだ。人や企業が金を求め、金が人や良い企業を見つけるように変わるべきだ。報道によると、バウン氏、現在の役職は国連デジタル協力に関するハイレベルパネル共同議長である。バウン氏の上記講演は、 重く鋭い発言と見られ多くの情報が含まれており注目を集めている。